ですね、はい、どうしました？は突然の報告で申し訳ないんですけど、い。ちょっとね、諸事情あって言いづらいんですけど、はい。今回を最後にマインクラフトをさせていただこうかなって思マうイんクでラをす。去る。思うんです。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいよ。まだ第3回目でまだ始まったばっかりじゃないですか。そんな、嘘だって聞かれたら、ちょっと待って、ダメさん待ってください、ちょっと待ってください。てってれドッキリでございまおす。めえ、マジぶっ殺すぞ。これは新潟出身の3人が何もないマインクラフトの世界で様々なものを想像していく開拓バラエティです。新潟出身者のマインクラフト開拓機。神様、第3回目ですよ。ああ、第3回目となりましたね。もうちゃんとね、この前、さては考えてなかったらおめえと言われてたのをね、ちょっと根に持ってたので。根に持ってたら実際そうじゃないですか。まあ、今回に関してはもう決めてあります。はい。まあ、あれじゃ、最近、急に神様の口調だったな。この世界で公園を作ってもらおう。それぞれが思い描く公園を作っていただきましょう。公園か。街中にあるような公園でもいいですし、自分の実家の方にもある、なんかあるじゃないですか、丘陵公園というところがあるんですけど、ああ、長岡にありますね。はい。長岡にもある、その丘陵公園みたいなのを作っても結構です。と丘陵りあえず、公園覚えてねえな。丘陵公園でもいいですし、まあ本当に近所レベルの公園作っても結構です。ということで、作っていきましょう。レッツスタート。ドリルさん、何やってるんですか、ちょっと。ちょっとドリルさん、ダメですか？ 痛いけな、行為、何をやってるんですか、あなたは。到底公園を作る声とは思えない。公園の遊具って言ったら一番に思いつくものって何なんですか？スリーもそうですし、自分的にイメージが強いのが、丘陵公園にある、草の迷路、生垣迷路、あれも思い出深いなーっていう。その近所の公園で覚えてるのは、まあ、世間ではどんど焼きっていうらしいんですけど、まあ、うちらの地域ではさいの神ってあるじゃないですか。ああ、懐かしい。どうさん知ってます、さいの神って。いやー、知らないです。ああ、知らないか。4、5メートルぐらいの藁とか木とかで積んだ山みたいなのを公園の中に作っそうそうて、そう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 。その中にお供え物みたいなのを山の中に突っ込んで焼くっていう。そこで甘酒飲んだりとか。そうそう、甘酒とか飲んで。で、最近知ったんですけど、全国ではさいの神のことをどんど焼きって言って、しかもスルメ焼かないらしいっすよ。いや、そんなバカな、スルメじゃなくて竿に吊らされて焼くのって餅らしいっすよ。餅。言われてみればなんかそっちの方がしっくりくるなって思っちゃうんですけど。あ、でも自分なんか餅焼きたいとか言ってましたね。それそう、餅焼いてた時期があったかな。なんでスルメなんだろうっていう 謎。ちょっと謎が。あとは、まあ働いてるところが、カットしても使っても別に大丈夫です。サリビーってところですね。初めてのバイトだったんで、どういう服装で行っていいか分からなかったんですよ。で、結局、面談の中で、思いっきりバッチリスーツ決めて行ったんですね。そしたら、そんなにやんなくてもいいよって言われたバのイがちょっトとショのックでした。面接でスーツはなかなか。自分は一回お金なさすぎて、バイトを受けるのに書類必要じゃないですか、履歴 書。はい、ありますね。で、履歴書の中に証明写真が必要で、履歴書自体だと100均とかで売ってて、100何円とかで売ってるんですけど、写真撮るってやったら、もう履歴書、何枚もある履歴書のその何倍もする値段取られるわけじゃないですか。うちの近所だと確かね、800とかそんぐらいだったんですよ。それで、なんかそんだけ金取られるの嫌だなって思って、スマホで自分の写真を撮って、その写真のデータをコンビニのコピー機に送って、そのコピー機で1枚10円の白黒コピーを刷ったコピーを切り取って履歴書に貼り付けて面接受け行ったことありますね。なんちゅう貧乏面接。だから数ある履歴書の中で自分だけなんか家みたいな感じの白黒写真、10円写真なんて、なんか画素数の荒いような感じの。ということで、終了。いやー、
もう大半がもう自分が長引いてしまって申し訳ございませんでした、本当に。いやいやいや、楽しみですよ、楽しみ。いやもうちょっと期待値ガンあれですね。まず間違いなく俺のより規模はでかい。そう、間違い、それは間違いない。結構ね、ドリューズさんとかがあっという間に終わってたんで、もうさっと終わるんで、もうお互いがお互いどういう感じかっては見てないんで。いやもうそれはもうドリューズさんからでしょう。え、俺からドリューズさん、はい、お願いしましょうか。じゃあ、はい、狂気の園へ。狂気の園、お題公演っすよね。狂気ドリューズさん自身の作ったものを近辺に作りますよね。本当に後から消えますよ、本当に。ちょっとじゃあ下を見たいます。あっ、狂気、狂気だ。おお、あ、公園だ。これ公園だ。公園だけど、これ、え、狂気だ。これって、あーあああああああ、オーマイキャット。あ、増えてる。ドリューさん、ドリューさん、あの黙々と増やしたんですか。どっから入った方がいいですか。ここからですか。あ、入りましょうか。ここから入りましょうか。あ、こうして入るんですね、これ普通に。いや、途中まで見てたんですけど、いつの間にかグレードアップしてる。なんで下溶岩なんですか、これ。なんで溶岩ですね。はい、あのテーマが鉄格子なんですけど。確かに鉄格子めっちゃある。それが決まった原因っていうか理由が、はい、このジャングルジムっぽいものなんですね。これね、確かにジャングルジムっぽく見えますよね、金の、うん、鉄の格子の組み合わせって。最初実際に、はい、あの入って遊べるジャングルジムを作ろうと思ったんですけど、あ、それはね、リアルなサイズ考えたら、はい、厳しいなと思って、まあ、まあ入ることはできますけど、まあ入ることくらいは出てないですけど、出れないですもんね。出してくれ。助けて。確かにもジャングルジムじゃねえ。で、思い当たる言語を自分ができる範囲内っていうちょっと考えてみたんですけど、はいはい、まずこれ、ね、これ一応あの滑り台の、あ、滑り台か。滑り台。あ、斜面がどうしても再現できなくて、横から見ると確かにね、への字にはなってます、はい、着地してもちゃんと砂場にしてあるという優しさが、はい、そう、これ、おお、すげえ。ブランコ作りたかったんですよ。いや、そう、これブランコじゃないですか。まあブランコですよ。本当ですか。はい、だから自分ブランコって言ったじゃないですか。これはブランコ、ちょっとじゃあどうですか、乗ってもらっていいですか。ああ、もう完全にもう大空舞っちゃうよっていう。で、これなんですけど、はい、さあデベさん何でしょう。ああ、シーソーか。シーで分かった。シーで分かっちゃった。言っちゃった。シーソーがどうしても作りたくて、はい、ただイメージとだいぶかけ離れてるなっていうのが、シーソー支える骨組みがすごい頼りねえな。この1本だけっていう鉄格子でね、この公園の目玉、この真ん中のこの鉄格子なんですけど、これ入ったら出なくなるんですよ。あ、本当だ。おい出してくれ、ここに来たわけじゃないんだ。想像力を武器にした死闘を繰り広げてもらうっていう。完璧、これ観客席ですよね、周り。観客席です。なんか新しくできてんなと思ったら観客席でしたね。観客席、あ、見られてる。この水は何なんですか。砂場には水気が必要かなって思って、あの 水使って泥団子作ったりとかしてた思い出があったんで。なんでデスマッチしながら泥団子作るんですか。まあ、テーマを絡み出しながらって思って、外壁も全部絡みにしたい。もうこれ危険しかねえよ。監査入ったら一発で終わっちゃうよ。外側だけで見たら完璧刑務所なんですけどね。本当ドレさんの作るものってなんか統一性ありますよね。一つこれって決めたらずっとこれで使いまくるっていう。いやー、でも統一性の素晴らしさっていうのはありますからね。そうですね。この公園名付けるのは何ですか。名付けるなら特徴は出まくりますよ、これ。じゃあ金網デスマッチで。もう これだけやんけ、これオンリーやんけ。まあじゃあ今回自分の
作った公園ということで、まずはこちらの、階段をですね、登ってもらいます。はい、階段を登った先に、まあ、公園が見えるので、はい、じゃあぜひとも登ってください。大人の階段登る、君はもうシンデレラさって言って、こちらですね。おお、これもしかして、すげえ、ポケモンパークでございます。ポケモンパーク、すげえ、今想像力、アンノウンとビリリ玉が戦ってますね。すげえ、ビリリ玉でバルマインだって、バルマイン、バルマイン、バルマイン、いやもうすげえ、アンノウンの作りますね。 D ですね、しかも D、 あ、よくわかりました、 D。 おお、はい、そしてちらほら見えるこの建物は、建物はまあパーク内にある、まあ、ポケモンの設備ですね。はい、じゃあいいどうぞどうぞ、こちらはポケモン癒すポケモンセンターですね。あー、まあ、パン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 、ね、ポケモン預かりますって、まああの、まあ、こっちに入れたりとか、こっちに入れたりとか、あかんあかん、あで、その青色に光ってるのがポケモン回復させる、あ、これはあのこう世界に飛ばしてる光でして、あの、まあ、ここで、まあ、ポケモン交換するっていう、こっちが交換のスペースです。ああ、なるほど、はい、なるほど、もう昔ながらのポケモンセンターみたいな感じで、ちなみに言うと、まあ、この台があの、まあ、パソコンですね。ここでポケモンを預けたりとかするっていう、赤の杖の、まあ、青ってことは、まあ、ポケモンストアですね。おお、まあ、たち物が売ってるよっていう。テテ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 、それファミマイ、ファミリーマン。あ、それで奥の方行きましたよ。おほ、奥の方に行くと隠しアイテムが、あら、おお、なるほど、中身は、中身はあの、まあ、球体で、まあ、海の中心って、まあ、青い丸なんですけど、まあ、そうですね、一応、まあ、波乗りみたいな感じの秘伝マシンとかそういったのが入ってるみたいな。うわ、こだわりがすげえ、まだマシンみたいな感じですね。で、まあ、すげえな、ここに、まあ、あのレジがあるよっていう、だからこれで、まあ、鼻抜けの紐を、あいよみたいな感じで、ここから出してここをバヤってやるっていう感じですね。いやー、もうほんとね、これはこの土台作るのにもう本当もう大半の時間費やしてしまって、時間あればね、もっと本当丸前にでっかくして、あのちゃんともっとリアルな丸前とか作りたかったんですけど、でけ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 てめさんですね、やっぱり。マジっすか、ドリルさんもドリルさんで面白かったんですよ。あの自分を一緒にちょっと作りながら、いやあれもね、やってテーマ一貫してすごかったと思いますよ。あ、本当ですか、ありがとう。テーマは本当すごかった。でもやっぱりこう想像力とか、まあちょっとパークはパークで違うんですけど、でも面白かった。いや今回はね、正直自信なかったんで、本当に本当です。いやマジで自信なかったです、本当に。ということで、へー、今回はまたちょっとね、これでもう2連勝、勝ち引き分け勝ちみたいな感じなんで、そうですね、はい、ぜひもうあの今度からちょっとやり方を変えます、はい、あの事前にお題を決めます、それを個々に送りますので、それで、はい、そこからちょっとインスピレーションを働かせて、そこから作っていただければと思っておりますので、はい、なるほど。で今度からあの本当に公平を期すために、私は司会を外します。ああ、作ってる間に最初は、そう、まあもう見てるものはね、清水さんと土井さんは一緒なわけですからね。そうなんですよ、うん、ね、すごい、もう生き生きして、もうあんま何にもあのね、ログインできるようになってほしいですね。そう、いや本当に、いや本当ね、いろいろ試してるんですよ。マイクラを一回アンインストールして再び入れ直したりとかやってはいるんですけど、なぜか入れないっていう。ぜひともね、本当解決策知ってる方いらっしゃいましたら、本当にあのコメントとか DM とか送っていただければと思いますんで、いや本当によろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さん、次のマイクラの世界でお会いいたしましょう。 See you next Minecraft World. Goodbye. ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。下からでもモンスターボール見えるっていう。